当にね、平和国家というならば、クーリックうるんじゃなくて、はい、で日本の安全保障上でも絶対その方がいいはずなんですよ、うん、なぜなら石油入ってこなかったら困るじゃないかとか、そういうね、うん、あの鬱陶しいこう論説が出なくなるんですよ、そうですね、でも電力なんでもいいじゃんと、うん、いうか、まあ、ごめんなさい、ね、はいはい、そういうような方向の投資を打つというのがいいのかなと、うん、はい、思っています、はい、で三橋さんね、あのその公共投資っていうと、なんとなく田舎でダム作るとか、はい、トンネルとかそういうようなイメージ、ね、イメージがあるんですけども、ところがその都会もね、今僕はインフラかなりガタガタになってきてるんじゃないかと思うんです。それで不況がなんか続くもんだから、よく地方の人は、まあ、東京はまだ経済いいじゃないですか、一見良さそうに見えるんだけどね、都会の中でもうシャッター街ができてきたりとか、そこに変な外国人、違法滞在の外国人が住み着いちゃったりとか、都会の一流と言われてるところのすぐ街の横でね、とんでもないなんていうかな、スラム化が、都会的なスラム化が住んでたりする。公共投資と組み合わせてね、公共がこういうふうにするから民間がこういうふうにする。で今僕が見てあれと思ったのは、東京スカイツリーっていうのを作ってますよね、はい、第二東京タワーね、うん、あれに関するですね、あの下の街づくり、引き船のあたりとかですね、これほとんど見えてこない。僕はその関係者に聞いたんですよね、はい、建設とか電気関係の人とか、もう動きありますかって、いやほとんどないですと。あそこ下町ですよね。もう、まあ、本当のど下町と言っていいぐらいの、はい、ど下町で、はい、ただあれができるんですから、昔だったらというかね、うん、公共投資もあり時代だったらばね、あの下を町づくりどうにするか、はい、でむしろどっちかっていうとね、公共投資やる、町づくりやるっていうんで逆に古い人たちが反対するとか、はい、なんか、うん、動きが出てきてもおかしくないぐらい、それが何も起きてないんですよね、今ね。下町の中にドーンと釣りが出せることになっちゃうんですね。あれだけが立って、周りは何も変わらない。あれだけ作るんだから、人の集客もものすごいじゃないですか。ね、それに合わせて、じゃあ、あの地域全体がどういうふうに、栄えていくのか、うん、それに向け、まあ、もちろんいいところは古いところは残しながらも、どうやってやっていくのかという計画自体が、まあ、僕の知ってる限りほとんど出てきてない。東京都も、まあ、その区とかね、まあ、公共投資があって、それに合わせて民間の投資も呼び込んでっていうことだと思うんだけど。全然ないんですよね、うん、多分都市というのは、うん、私は高齢化社会に対する回だと思ってるんですよ、はい、うん、なぜかというと、うんうん、車いらないじゃないですか、うんうん、人が動くのに、うん、それで、まあ、日本の、まあ、東京が、まあ、典型なんですけど、人が歩いて動くと、で巣鴨とか、あれ巣鴨じゃなくても、うん、日本東京ってあれ大阪名古屋とか大都市は全部そうだと思うんですけど、うん、お年寄りが平気で歩いてるじゃないですか、うんうん、そうですね、そんな光景って日本にしかないんですよ実は、うんうんうん、それはなんでかというと、いつも歩いてどこにでも行けるから歩いていくと、それが健康を維持してるっていう人が結構なんですよ、うん、そういう光景自体がアメリカとか全くないはずですよ、うんうんうん、なぜかというと車じゃないですか、もう郊外化しちゃって、ね、郊外化しちゃって車で使ってと、車乗れないともう動けなくなっちゃうんですよ、うんうんうん、そういう部分で例えばこう医療費とかが伸びていくんだったら、やっぱり一番抑制するのはお年寄りが元気でいることが一番いいんですよね、うんうん、そのために車を運転しろって言ってもこれは無理なんですよ、現実問題として、うん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 、そういう意味でも、そういう例えば日本の少子高齢化社会への対応という点でも、うん、よりこう都市インフラというのは充実させなければいけない時期だと思ってるんですけどね、うんうんうん、そうすると、まあ、高齢化社会対策でもやっぱり大きな病院とかそういうなんていうんですか、うん、福祉施設とかがやっぱりある程度集中してある、集中して、はい、あるのが都会ですから、そこでっていうのは結構暮らしやすいんですよね。そうです、で供給する側も楽なんですよ。なるほど、全国くまなく医療サービスと、うん、届けるのはこれできないんですよ現実問題、うん、非常に難しいよね、うん、だって日本って昔からね、なんていうかな、完全に民間投資というよりは、まあ大昔のことはともかく、まあ、その江戸時代だってなんだって、ね、うん、結構公共投資やってて、街道の整備だとかですね、はい、その川の、治水ですねとか治水地産とかね、うん、まあ、藩がやったりとかね、はい、幕府がやったりなんかしたわけですよね。でそれで明治以降もね、結構英米型 の、 その民間の主流っていうんじゃなくて、政府がある程度主流になって、でまあ、もう官営八幡製鉄所を作って、それで民間に払い下げるとかもあったけども、はい、鉄道だって民間に力がないければ初め国で作って、うん、でまあやがてその民間も広がっていくみたいなね、結構その公の部分というのと私企業の部分っていうのがうまくね、こう組み合わさって回転してやってきてるんだと思うんですよね。多分ですね、全てを最初から最後まで公共投資とか、うん、観光官でやるっていうのはこれはうまくいかないんですよ、うん、絶対うまくいかないんです、うんうん、ただ最初のドライブ車輪を一回回すところまでは公共投資、うん、特に今は民間企業がお金を使いたがらないので、うんうん、まあ、何に投資したらいいかわからないわけですよ、うんうん、そこをぐるっと一回転させてあげると民間がダーンと投資すると思うんですけどね。そうですね、だいぶ留保溜め込んでるじゃないですか民間企業はね、うん、
で、まあ、この私の本なんですけども、永久国債の研究って本ですけど、この中でもね、そのパブリック・プライベート・パートナーシップで、官民連携でね、うん、公の投資と、それから民間が投資するのと、まあ、公が作ったものを例えば民間が運用するなんてパターンも結構あって、はい、でその官のね、お役人さんの利権にされないために、まあ、建物は作ってもね、はい、運用は民間がやるとかね、まあ、いろんな組み合わせ方があると。でその中で技術が発達してきたんで、まあ、僕は新自由主義じゃない、新自由主義じゃないんだけども、民間の方で言えばね、例えばその高いビルが建てられるようになったんで、空中権なんていうのは、ね、はい、いわば無から有が生じたようなもんで、これは一種の担保として使えるし、お金になる。バランスシート上も純資産ですよね。純資産になるわけだよね。バランスシートの専門家だからで、そういうものが出てくると、それを、まあ、民間の方で使いながら資金調達もし、公共と合わせてやっていくというような、ね、形になれば、僕は東京っていうのももともと非常に、まあ、災害の多い町だし、まあ、最大の時は多分地震なんでしょうけども、はい、それに対する備えもして、で、まあ、なんていうか22世紀というかな、大きく向けて東京 のイメージこういうふうにしますよっていう中です。で、お年寄りも暮らしやすいのを作っていくと。うん、あと、おそらく全国にね、中核都市みたいのを作って。だから、田舎の、本当の奥地に村にね、住んでる方っていうのは、そこ、まあ、そこで生まれた方にはお気の毒なんだけど、うん、昔多分人口が増えてたんで、はい、山の奥まで田舎各山ですよね。行って住んだと思うんでね、これはだから今後は、人口はある程度、そういうところに、中核都市的な集中していって、ただそこにおける社会インフラはしっかり公共投資でもやっていくと、はい、多分それいろいろな意見が出て、うん、強制はできないんですよ。できないですね。でも、うん、もしもお年寄りとかが車を運転して病院に行ってもいいと、うん、である程度孤立したところで自分の、うん、今の住んでるところに住みたいというんだったらば、それはそれでコストを負担してもらわなくちゃいけない。個人のまあ覚悟があって、ね、個人の覚悟の上でったら、ね、それはいいことっていうか、その、ね、それはご自由なので、うんうん、はい、ただし政策としては都市に来た方が楽ですよと、うん、医療サービスだってね、絶対そっちの方が楽なんですよ。まあ、本当は5分でお医者さんが住んでいけるとかね、歩いていけるとかですね、救急車がすぐ来るとかね、うん、いうことはもうそれはやがてそういうことをやがてっていうか、今我々が今やんなきゃいけない形でしょうね。で、うん、田中角栄さんの頃にはね、はい、結構国土日本の改造計画とかあってやってたんだけども、はい、今全く違った文脈でそれ考え直すのは逆方向ですね。まあ、うん、コンパクトシティっていう考え方もありますけど、もうちょっと夢を持って、うん、例えば、うんうん、成田と羽田をリニア新幹線で、うん、まあ、リニアモーターカーで結べば10分で結べますよね。うんうん、そうですね。そうするともう同じ空港って捉えていいわけなんですよね。うんうん、そういう夢のある発想が必要かなと思います。でね、いや、そもそもね、成田空港を作るときは新幹線をつけるって、将来はリニアモーターカーをつけるって発想まであの時すでにあったんですよね。あったんですか。あったんですよ。いや、スタで、まあ、15分で都心まで、まあ、前後も含めてね、はい、でこらえるということの延長線上にっていうか、あの時はすでにイメージはしてたんですよね、うん、それが全くいろんなことの、まあ、理由でダメになっちゃったんで、ただ僕は歴史の進んでいく方向っていうのはそういう方向だと思うんだよね。そういう方向ですよね。あるいは、うん、東京と名古屋と大阪をもう1時間で結んでしまうとなると、うん、今だここからだと横浜ぐらいですか、うんうん、感覚的に大阪がなるっていうことなので、うんうん、これはですね、文明が変わると思うんですよ。本当に変わりますね。変わりますね。変わりますね、それが、おそらくだから我々の考えている22世紀に向けてという、うん、20世紀後半というのはそういう社会じゃなきゃいけないはずですよね、はい、うん、それをだから僕はちょっと話変わっちゃうんだけど、同州制に反対なのも、うん、日本をバラバラにしてってどうするんだという感じがするんですよね。むしろ集めなくちゃいけないです。そう今は一体化してね、はい、やっていく。でこれは東京から大阪3時間でうまく変わったんだけど、新幹線でね、東京大阪がもっと短い時間になれば、うん、これ別に東京圏大阪圏って言葉も負ける必要がないですよね。負ける一つ の太平洋ベルト地帯が、はい、まあ、メガロポリスっていう巨大な都市みたいな、ね、うん、ことになりますね、うんうん、そうするその中での経済発展ってことを考えない。でサービス業とかも一気に発達するはずですよね、うん、それだけ人が、うん、多分8000万ぐらいの人間が1時間とか2時間で結ばれますので、うん、これも歴史上初めてそこまで、うん、集中した文明っていうのが日本で生まれるということになるはずなんですね。そうですね。アメリカは、まあ、20世紀モータリゼーションに、うん、基づくある意味のアメリカ文明を作ったけど、はい、日本は全く違った文明これからできていく可能性があるし、技術もあるんですよね。それで公共投資でしっかりお金をつぎ込んでいけば、はい、そういう夢のある明るい社会できると。もちろんそうですね。それを私たちの子供たちに残す、うん、あるいは孫たちに残すって発想が今こそ必要だと思うんですね、うん、そうですね。孫たちに感謝されるような日本を作るために頑張りましょう。ありがとうございます、はい、どうも今日はいいお話ありがとうございました。